オペラの漫画。私は奏、日本一の金持ち学校ソプラノ学園を卒業後は大学に進学。この春大学も卒業して新入社員として就職しました。家計を支えるために仕事頑張るぞ。なぜこんなに燃えているのかというと、金持ち学校に通っていたものの、我が家は超がつくほどの貧乏なんです。1ヶ月前、お母さん、もうすぐ入社式だよ。緊張するな。無事就職できてよかったわね、カナデ。金持ち学校で玉の輿に乗れなかった時はどうしようかと思ったけど、私の内職の稼ぎだけだと高校と大学の学費の支払いで家計は火の車だったのよ。火の車？それってお母さんが乗るの？熱くないの？ああ、もう家計が大変だったってことよ。相変わらず天然で会社でやっていけるのか心配ぷんに。なのでこの会社でしっかりと働いてお母さんを少しでも楽にさせてあげたいんです。かなでくん、この書類のコピーを取っておいてくれ。はい部長、わかりました。うん、かなでくんは元気が良くてよろしい。コピーを取る、コピーを取る、どういう意味だろう。コピーするならわかるんだけど。部長、コピー機取ってきました。なんでそうなったんだ。全言撤回、元気がいいだけじゃよろしくない。もうコピーはいいから戻してきなさい。またやらかしちゃったな。やだ、かなでちゃんっては信じられない。ん、この声はリサちゃん。おはよう。リサか弱いから、かなでちゃんのバカ力にびっくりしちゃった。この子は同じ部署に配属された同期のリサちゃん。社員の中で一番細くてか弱い女の子らしい子なんだ。リサはとってもか弱くて重いものは持てないんだ。そうなんだね。私は力持ちだから重いもの運ぶときは言ってくれれば手伝うよ。ありがとう、かなでちゃん。でも男性社員がいつも手伝ってくれるんだ。へー、そうなんだね。みんな優しいね。優しいからじゃないのよ。みんなリサだから手伝ってくれるの。かなでちゃんは力持ちだから誰も手伝ってくれないでしょ。うん、でも仕事だから手伝ってもらわなくて当然だけど。手伝ってもらえないなんてかわいそう。リサか弱く生まれてよかった。こんな風にリサちゃんは時々返事をしにくいことを言ってくるので困っています。その後気を取り直して仕事に戻りました。あっという間にもうお昼休みの時間だ。今日の午前中はコピー機を運んで終わっちゃった気がするな。かなで、社食に一緒に行こう。なのよさん、はるちゃん。うん、一緒に行こう。この子は同期のはるちゃん。高校生時代バイト仲間だったんです。だから会社では別の部署だけど今でも仲良しなんだ。お腹空いたのよさ。今日のメニューはわかめうどん、醤油ラーメン、ランチは焼肉定食。すみません、 A ランチ大盛りでお願いします。よかったね、かなで。この会社の社食はタダだから好きなだけ食べられるのよさ。春はかなでの貧乏事情をよく知ってるプンに。はい、焼肉定食大盛りだよ。焼肉もこっそり大盛りにしておいたよ。いい食べっぷりだからね。やった、ありがとうございます。かなではいつも大盛りにしてるから覚えられてるのよさ。やだ、お盆が重くてリサ持てない、困っちゃう。ん、この声はまさか。リサちゃん、お盆は俺が持ってあげるよ。貸してごらん。俺は注文してあげる。何がいい？リサとっても小食だからわかめうどん少なめがいいな。リサか弱いからお箸もちょっと重くて頑張って食べなきゃ。リサちゃんは本当にか弱くて可愛いね。出た出た、か弱いリサちゃんとその取り巻き男子なのよさ。へえ、お盆も持てないなんて大変だね。本当に持てなかったら問題なのよさ。あれ、かなでちゃん、何その大盛りご飯。リサ見ただけでお腹いっぱいになっちゃう。かなではリサちゃんと大違いだな。男より食ってるんじゃねえの。なんなのよさあいつら、同期だけど腹立つ。見ただけでお腹いっぱいになる方法教えてほしいな。それができたらとっても節約になりそう。かなではそんなの気にせずにお腹いっぱい食べるといいのよさ。
かなでちゃんと女の子らしくないからちょうどいいリサの引き立て役になるのよね。これでますますリサは男性社員からモテちゃうんだから。そのキャラのまま過ごすなんてバッカみたい。なあなあ、今年の新入社員の女子可愛い子多いよな。あ、俺も思ってた。あらら、やだ、先輩たちがリサのこと話してる。なんて言ったっけ、あの天然っぽい子、確かかなでちゃんだったかな。そうそう、健康的な感じでいいよな。うん、ですって。あ、噂をすればかなでちゃんじゃね。なんか大きいの運んでるぞ。大丈夫、重いでしょ、俺たちが持ってあげるよ。ん、私が頼まれた仕事なので大丈夫です、私力持ちなので。そう、じゃあ頑張ってね。女の子なのに力持ちってのも飾らない感じでいいよな。うん、一生懸命な感じで可愛い。俺狙っちゃおっかな。あ、抜け駆けはずるいぞ。かなでちゃんのくせに何なの、ムックつく。か弱いリサが一番待っててないと許せないんだから。かなでちゃんの邪魔して評判落としてやらなきゃ気が済まないわ。あー、重くて持てない。あ、リサちゃん大丈夫、私持つよ。かなでちゃんありがとう、全部で10個あるけどお願いね。そんなにいっぱいあるんだ、わかった、任せて。え、シュッと。これどこに運ぶの。あっちの別の部署に持っていくんだって。お、かなでさすが男勝りだな。かなでちゃんは超怪力だよね、リサ怖い、どんくさいし、そうなんじゃ彼氏もできないよ。確かに、これじゃ嫁のもらい手がいないよな。リサちゃんを手伝ったのに、なんだかバカにされているような気がする。なんでだろう。その後も断るごとに怪力などとバカにされるようになってしまった。数日後、今日はこれから避難訓練を行います。指示に従って真面目に取り組むように。避難訓練か、学生の時もやったな。大事プニね。避難訓練だるいわね、サボっちゃおうっと。リサとってもか弱いからずっと立っていられないんだよね。リサちゃん無理しないで、休んでていいよ。そうか、じゃあ電話番で誰か残らないといけなかったからお願いするよ。非常階段からみんなで逃げる練習をして、次は消火器の使い方の練習です。まずはこのピンを抜いて。ああ、練習だからピンは抜かなくていいのよさ。え、そうなの、危ないところだった。避難訓練結構移動したし疲れたな。やっと終わったの。リサ調子悪いから仮眠してたの。そうなんだね、体調大丈夫。あ、電話だ。リサ体調悪いし受話器重くて持てないから出られない。うん、私が出るね。お願いね。お電話ありがとうございます。ちょっと、さっき電話したのに誰も出なかったんだけど。話し中ってわけでもないし、お宅の会社どうなってるの。申し訳ありません。リサちゃんがいたはずの時間にかかってきた電話は誰も出なかったらしく、その後クレーム電話の嵐になりました。君に電話番をお願いしたはずだが、何をしていたんだね。部長、リサちゃんはか弱いんだから怒らないでください。受話器も重いほどか弱いんですよ。それじゃ仕事にならんだろ。部長とリサちゃんの取り巻きが対立して、うちの部署は嫌な雰囲気になってしまった。お昼休憩。クレームの対応も大変だったし、部署内も険悪な雰囲気だったし、午前中だけでどっと疲れたよ。それはお疲れ様なのよさ。ご飯食べたら自販機でジュースでもおごってあげるのよさ。え、ジュース、はるちゃんいいの。ジュースくらいでそんなに喜ばれるならいくらでもおごるのよさ。じゃあまずはしっかり食べて元気出さないとね。今日はカレー大盛りなのね。いただきます。あれ、かなでちゃんまた大盛り食べてるの。リサちゃん大盛りなんてリサ信じられない。よく食べられるよね。かなではリサちゃんの爪の赤煎じて飲んだらいいよな。そうだそうだ、爪の赤を煎じて、それってみんなやってるの。はあ、何言ってんの。もしかしてお茶っ葉不要でお茶が飲めるの、節約になる。かなで、それはことわざなのよさ。爪の赤は効かなすぎるから飲んじゃダメなのよさ。やだ、かなでちゃんって大食いの上におバカさんで貧乏なのね。恥ずかしい、リサだったら生きていけない。リサちゃん、それは言い過ぎなのよさ。
奏では天然で抜けてるとこもあるけど、一生懸命で頑張っているのよさ。何よ、もういいわよ。ふん、リサちゃん行こう。可愛げのない女はいつか痛い目に遭うんだよ、アラサー独身。はるちゃん、ありがとう。言いたいことはズバッと言わないと気が済まないのよさ。さ、冷めちゃうから食べよ。ん、今度こそいただきます。何よ、女子はぶりっ子でひ弱キャラが絶対モテるんだから。リサは間違ってないのよ。だって高校時代素の自分でいたら毎回振られたんだもん。もしかして俺より力ある？ちょっと引くわ。リサちゃんってもしかして怪力？付き合うとかないわ。見た目を磨いて大学デビューしてか弱いふりをしたら男子にモテたんだから。俺と付き合ってください。リサちゃんってか弱くて女の子らしくて守ってあげたいな。だからぶりっ子ひ弱キャラでモテてハイスペ彼氏を作って守られ存在になるの。かなでちゃんみたいに素の自分でいても彼氏なんてできないんだから。リサちゃん、そのスプーンどうしたの？やだ、超能力？勝手に曲がっちゃったみたい。プニゲロープニカン。午後もギスギスした空気の中仕事をこなしました。もうすぐ定時。仕事のキリがいいし定時で上がれそうだな。かなでちゃん、この仕事定時までに終わらなそうだから代わりにやっておいて。え、こんなにたくさん？リサか弱いから定時まで体力持たないんだよね。今日が締め切りだからよろしくね。今日中にこの量？そんな今からなんて困るよ。彼氏いないんだし、どうせ暇でしょ。今日は前からの約束があって。リサ君、君が昨日やっていた仕事はミスだらけじゃないか。楽にチェックもせずに取引先に送ったから迷惑がかかってるぞ。やだ、この仕事昨日かなでちゃんにお願いしたんです。何のこと？なんだって？それは本当なのか？もし嘘をついたら退職者だぞ。退職？絶対やってないと思うんだけど。でも私よく物忘れするから、万が一嘘ついちゃって退職になったら困るよ。お母さんあんなに喜んでたのに。家計のためにもこの会社は絶対辞められないよ。え、何？何の音？この音は大変だ、下の階で火事だ。火事？逃げなきゃ。どこから逃げればいいの？非常階段はあっちだよ。なんだ、非常階段の扉が開かない。そんな、避難訓練の時は開いてたのに。誰かが間違えて鍵をかけたのか。うわー、こんなところでくたばってたまるか。避難訓練通りに避難すれば大丈夫だ。押さないで一列になって避難するぞ。はい。避難訓練をやったばかりだったので慌てず落ち着いてみんな無事に避難ができた。確認を取ったところ、親騒ぎは大したことがなかったらしく、火元は鎮火したようだ。よかった。リサちゃん以外はか弱いキャラだったはずの変わり果てた姿を見て周りはドン引きしていた。リサちゃんか弱いって嘘だったの？ドア蹴破るって男より怪力なんじゃね？さっきのは気のせいっていうか、たまたまっていうか、火事場のバカ力？昨日の仕事のミスも奏くんがやったってのは君の嘘じゃないのか？いや部長、それは嘘ではなくて、昨日夕方奏ちゃんが勝手にやったことで。部長、昨日の夕方なら奏は段ボール運ぶ仕事してたのよさ。うちの部署まで来てたもんね、奏。はるちゃん、そういえばそうだったね。リサちゃんか弱いから私がと思って。やっぱり君の嘘だったんだな。ミスに重ねて嘘をつくなんて。上に報告して厳重に対処するからな。ガッテン！おい、カナデ！この声はアルト君？なんでここに？ニュース見てたらカナデの会社でぼや騒ぎがあったって聞いて。心配して来てくれたの？ありがとう。すぐ鎮火したみたいで大丈夫だったよ。ごめん、でも今日夜ご飯の約束してたけどそれどころじゃなくなっちゃった。いいよ、また別の日に行こう。二人は今日の夜デートだったの？デートっていうかご飯誘っただけだし。それを世間ではデートって言うのよさ。まさかかなでちゃんの彼氏？超ハイスペックイケメンじゃない？素の自分を見せてるかなでちゃんが正しくて魅力的ってこと。うすうす分かっていたけど完敗だわ。その後
リサちゃんのミスと嘘の件は厳重注意で済んだみたいだけど、なんとブリッコを辞めたリサちゃんは男勝りにバリバリと仕事をこなすようになった。アス部長、仕事をもっといただけますか？力仕事でも何でもやります。おお、見直したぞリサ君。私、心を入れ替えてキャリアマッスルウォーマンとして頑張ります。アス。そして私はというと、早く着きすぎちゃったかな。かなで、待たせたな。アルト君、私も今来たところだから大丈夫だよ。そうか、じゃあレストラン予約してあるから行くか。ところで、なんで二人でレストラン行くことになったの？そりゃあ、デートなんだから、なんつうか。ん？なんて言ったの？デテテ？何かアルト君に貸しがあったかなって考えてたけど、思い出せないんだ。まあ、もういい。俺のおごりだから好きなもん食え。え？いいの？やったー。リサちゃん曰く、嘘をついて好かれようとしても努力をしない人間は相手にされないってことが分かったみたい。私も努力を続けられるように頑張りたいな。かなでです。はるだよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。かなでがたくさんご飯食べられるようになってて私は嬉しいのよさ。はるちゃん、そこまで。アルタともうまくいってるみたいだしね。何のこと？アルトは苦労しそうなのよさん。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。まったねー。それじゃ、今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日、いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけん、ポン。明日も見てねー。